リズイロレディオ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。リズのリエです。今日もゲストに来ていただいております。ミキさん。はい、今回も前回に引き続きやってきました。ありがとうございます。挨拶しないとね。はい。はい、まあ、私とミキさんは前回もお話ししましたけども、ズルーガビキーレというねユニットを組んでおります。なので、はい、なんか意外とお話はあんまり普段はするけど、ラジオでこう掘り下げて2人で話したりしてないから、うん、なんかミキさんの人柄が見えて、うんうんうん、まあ、知ってますけどね。知ってますけど、ね、付き合い長いよね。でもなんか、まあ、会話をやっぱりこうやって長くしていくと、うん、見えてくるものがあったりしますよね、きっと。うんうん、うんうん、そうね、本当になんか長く深く話すっていうのがなかなかなかったかもしれないですよね。なんか撮影でもなんか練習するのも行って、うん、じゃあ練習しましょうって会話ないですもんね。うん、そうそう、仲悪いとかじゃなくて、そうそう、めっちゃ仲悪い二人組みたいな。でもなんか時間がちょっと限られてるんだよね、今ちょっとね、お互いすることを決めて、それをこうすぐ始めるで、終わったらまたお家帰るみたいなね。そうかちょっと主婦っていうのもあってね、うん、やっぱそういうのがなかなかね。やっぱそうなりますもんね。まあ決してね、うん、仲が悪いっていうわけじゃないのでですね、そこは知っててほしいです。これでちょっとじゃあ仲良くなりましょう、うんうん、仲良くなってる、うん、もっと仲良くなって、みんなにもちょっと、あ、ズルガリーベってこんな二人なんだっていうのがさらに分かってもらえるはずだから、うんうん、ですね。ちょっと頑張りましょう。リズイロレディオ。だんだん寒くなってきましたが、うん、なんか今年はね、すっごい寒くなるって聞いてるから、かなり構えてはいるんだけど。でもなんかまだ暖かかったり、日差しが強かったりもするじゃないですか、たまに。暑い暑い。私車運転してる、して移動するんですけど、うん、なんかもう日差しが強すぎて、なんですか、前の日よけ、うんうん、そう、あれをもう活用してますもんね、うん、もう前が見えないぐらいあるから。私ひどい時ね、まだね、クーラー入れてる。嘘。まだ開けたくなくって、それはクーラー入れて、あれはちょっと寒いかも。ちょっとね、扇風機じゃなくてですか。扇風機じゃなくてね、結構冷房ガーって入れて日中ね、日中、でもう4時ぐらいになると急にガーンって気温が下がるから、そこはちょっとやっぱ限界が来るけど。あの窓開けないんですか、やっぱ空気。そう、ちょっとね、やっぱ鼻がグズグズって、黄砂がね、降ってる今ありますからね、うん、なんかちょっと窓は開けたくなくって、もう車内閉めてみたいな感じの生活をしております。朝方とかは暖房つけてるの。あ、夜は暖房つけたりしますよ、ね、うん、夜は夕方とか朝は部屋では暖房つけてる、なのにクーラーみたいな、車でもうフル回転、うん、ひどいねこの温度差。エアコンがフル回転。だから周りも風邪引きが多いですよね。あ、そうだね、風邪引きさんが、体温調節とかがちょっとね、難しいよね、だからもうちょっとでもこう鼻がムズムズとか喉がイガイガってしたら、もう一旦ちょっと薬飲もうかなっていう、うんうん、ちょっと念のためね。あんまり良くないんですけどね、もちろんね、自分の免疫力を上げなさいっていう話なんですけど、ついね、うん、もう明日ひどくなったら嫌だっていう、わかるわかる、つい飲んじゃいますよね、うん、これ以上はちょっともうやめてってなる、うんうんうん、まあまだでも冬ってなると、まあ冬なのかな、12月にもうね、うん、
どうなんだろうな。本当だったらそうだよ、12月ってめっちゃ寒くないね。今年本当におかしいよ。でも急に寒くなるって聞いてるから、そこもまたちょっと怖いなと思って。なんか先週か先々週ぐらいに来週は寒くなりますとかなんか天気予報で言ってたんですよ、うんうん、でもやっぱり寒くなってないから、どうなんでしょうね、暖冬なのか、うん、本当に寒くなるのか、うん、寒い寒いって聞いてるよ。難しい冬の読みが、うん、実は暖冬になりそうじゃないどうだろうな、どうなんだろう先日、うん、さつまいも掘りをしたと聞きましたが、ちょっと前になるけど、うん、私あのミキさんのね SNS しっかり、ね、チェックしてお互いしっかりチェックしてる、写真もバッチリチェックしてます、はい、と糸島の方の畑にちょっと行って、うん、でさつまいも掘った掘った、うんうん、掘りまくりですか。2回ぐらい掘ったんですか。そう2回掘りに行ったけど、他の、お友達とかも一緒だったから、私はどっちかというと、うん、頑張れとか言いながらあんまり掘ってないかも去年は私2回掘ったんですよ。それこそなんか町内で芋を掘りに来てくださいってこうお手伝いで、うん、で帰りに芋あげますっていう感じで、いいねいいね、でもで子供と一緒に掘って、で別で、うん、どこで掘った、家で掘ったか、あれどうだったかな、2回掘ったんですよね。でもそう掘ってもお芋って食べれないですよね。そんな食べれない、たくさんは取れなかった。食べれます。うん、いやいや、むちゃくちゃ取れたんですよ、うんうんうん、だから。あ、なるほどね、食べきれなかったっていうことね。もうある程度は保存ができるから、もうそのまんまうちも、うん、どのくらい取れたか量が分かんない。うちは結構みんなで分けてるから、もっともらいたかったなっていうぐらい、うん、あ、そっか、バケツいっぱいがもりもりってなるぐらいの量だったから、全然今年の冬いけるぐらいは手元にあったら嬉しいなって思うけど、うん、結構ありました私羨ましい。その時はで今年は逆に一回もお芋掘りできてないので、うん、羨ましいです、うん、芋掘り美味しいよねお芋はちょっと寝かした方が甘さが出るとも言いますもんね、うん、そうそう、掘ってすぐじゃなくてちょっと寝かした方が美味しくなるし、ね、うん、栄養満点だすね、うん、お芋、さつまいもは。ちなみに、うん、あの銘柄は、銘柄に私ね、もう今回聞いてなかったのよちゃんと顔ごやんとか気になりますよね。なんか焼き芋にしてこうねっとり系が好きです。なんか割とホクホクが好きです。あ、ねっとりまでは、うん、ホクホクが好き。あ、ホクホクか。レイさんは？私あのねっちょりしたのが好きですね。あ、まあ、場所としてはその糸島のちょっと海岸の方になるから、うん、本当は鳴門金時とか、うんうん、そういうのが合ってる土地ではあるとは聞いてたのよね、うん、あ、もう今もうすごい種類ありますもんね、うん、すごい。そして甘い、本当にお芋がね、なんか野菜全体なんか全部美味しくなってますよね、うん、例えばピーマンとか、うん、昔私が子供の頃とか苦いイメージだったんですけど、うん、今甘いでしょ。なんか甘い方だね。なんかパプリカと変わらないぐらいのね、変わらない子供たちが結構食べやすくなってるよなとか思って、だから品種改良してそうやってね、食べやすく食べやすくしてくれてるってことですよね、うん、多分。そう、トマトとかね、トマトもめちゃくちゃ甘い、ちょっといろんな種類もある、ね、うん、お芋はどうやって食べます。食べました。もう食べた食べた。めっちゃ、あ、何料理にしました。さつまいもは大学芋、おでもあのガチガチにならなくって、もうさらっと砂糖と醤油で、うん、でもパラッとした簡単な大学芋とか、あとはもう小さいやつは味噌汁に入れる、うん、そんな食べ方。あ、それもいいですよね、うん、食べやすい。お味噌汁も美味しい。あとお芋ご飯とかね。ああ、そうね、お芋ご飯、うん、美味しいよね。芋ご飯、あとなんだ、かりんとう、芋かりんとしたことないけどあと何、あ、スイートポテト。ああ、そうね、
うちのばあばが作ってくれたか前、うん、自分で作ってないともっと美味しい確かに分かります。なんかうちも母が料理してくれるんですけど、うん、もうつい食べ過ぎますもんね、うん、こうついご飯おかわりするおかず何でももう美味しいからもう危険。ありがたいね。ねえ、ほんと、うん、まあお芋もだし、まあ栗、うん、栗もですよね。栗もそうだね。栗今年食べました。栗まだ食べてない。栗食べてないよ。私食べた。うん、栗食べましたね。栗って、うん、あの生のを買うと大変ですよね。栗料理します。栗あの今年はまだ食べてないということですけど、うん、まだ食べてないけどあったらあの栗ご飯がやっぱり好き。剥いてあるやつ食べます。うん、それともあのこの秋とかになるとこう皮ごとのやつが売ってるじゃないですか、生の。うん、でももう母が結構栗やってくれるので、お母様もうあとは使うだけごめんなさい。本当あれ大変。なんかやっと外側が剥けたと思っても中も布ね、渋皮がまた大変ですもんね。もうあれ切りますもん私も。もう剥くしっかり、うん、包丁で。渋皮大変。うん、これからまだありますよチャンス。栗、うん、あのなんだっけおせち料理のなんだ栗きんとん、栗きんとん、栗きんとん作る手もありますよね。栗を食べるには、うん、栗を、ね、あとマロンケーキまでは食べた。マロンケーキまでは食べたけど、あー、ま、マロンケーキ結構食べます。ちょこちょこ食べてるね最近も。ケーキ作ったりもします。いや、全部は作ってないね、ケーキは。飾りだけ、トッピングだけとか、うん、そうそう、トッピングだけとか。今、ほんと便利ですよね。なんか、スポンジ売ってるのもあるし、ホイップクリーム、うん、私、あの、もう、ホイップになってるやつ、見ましたね。そう、だから子供と一緒にするのに、もうパパパってすぐできるから、ね、うん、すごい楽。一からはちょっともう、大変だけど、ね、そうやって準備してくれてると作りやすいし、作ると楽しいっていう気持ちが子供にもね、うん、伝わるし、いいですもんね。うん、すごい助かる。じゃあ突然ですが、じゃらん、はい、栗クイズ。はい栗の生産量が日本で一番多い都道府県、どこでしょう。どこ、栗。ちなみに3位は熊本、うんうん、あー熊本なんだ。で2位が愛媛、うん、あこの情報はですね、ちなみに味覚ステーションという、うん、サイトからお借りしております。はい、うん、そうで3位が熊本、2位が愛媛、うん、1位は1位、日本のどのあんまり寒くないところなんかな。やっぱり西日本から九州に寄った方。いや、いや北の方かな。お、ヒントで上の方。うん、北の方か。やっぱりわからない。なんだなんだ、どこだ。結構北。もう年間で、うん、熊本は1350トン生産してると、うん、で愛媛が1360トン。わかんない、トンで言われても、うん、年間でトンで言われても、うん、全然想像がつかないけど。で、その1位は4690トン。だからダントツ。うん、答えは茨城。うん、ダントツ。うん、へえ。全国シェア 29%を誇っているらしいです。うん、すごい。じゃあ次。はい、続けて。じゃあ次はケーキで有名なモンブラン。モンブランケーキ。うん、大好き大好き。このモンブランは日本語にするとどのような意味になるでしょうか。うん、日本語にすると、はい、4択ありますよ。というクイズ。うん、4択、うん、A は白い山。はい。 B 茶色い山。うん。 C 宝の山。 D 空っぽの山。さあどれでしょう。えー、えー、
なんだろう、なんだろう、なんだろう。ABCD。ね、なんかね、私聞いたことがあるんだよな。どう、なんか、え、A か B だ、聞いたことあるんですか？ A か B だ。うん。でもね、もうわからなくなっている。わからなくなっている。あ忘れてます。うん。うん。B のような気がする。うん。茶色？茶色？茶色？あ、違う違う。A だ、A。A、白い山でした。A か。なんか門、門、門が山、ブランが白い、うん、を意味するらしいです。で、白い山。なるほど。あ、だから白い、あの、粉糖、砂糖か。おう。あ、かかってます？うん、かかってるかかってる。粉糖がかかってる。あ、そうか。そうだそうだ。なんか最近渋川モンブランとか、なんかいろいろなモンブランがありますよね。なんか糸状のモンブランとか。うんうんうん。知ってます？なんかもう糸状になってバーってかけてある。へー、細い細い、うん、本当にもうめっちゃ細かい。そう、そんなのもあるし、白いイメージがないかも。うん、やっぱ粉糖がかかってるのが多いんですね。うん、なるほど、そうやん、言われてみたらそうだ。勉強になりました。はい、ディスラジ、ディズイロレディオにコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントね、やっぱね、いただくとね、励みになりますね。もう本当ありがとうございます。うん、紹介させていただきます。博士さんより、ライブあったら絶対見に行きます。イベントもまたあったらいいですね。毎回 BGM もすごく楽しみで、今回は理想と現実、果てなき旅路が最高といただきました。あの、理想と現実、うん、果てなき旅路は、あの、私が、あ、リズが楽曲提供もね、アイドルユニットさんにさせていただいてて、うん、で、その子たちが歌ってくれてた曲でもあります。だから、あの、博士さんは多分その彼女たちが歌ってるバージョンも聴いてくださってるんですよね。うん、はい、私バージョンもぜひリズラジで他にも紹介していくので、はい、聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、あやめさん、はい、あやめアイウィッシュさん、私、あの、セカンドライフという仮想空間でライブとかしてたんですよ。最近がね、全然できてないんですけども、そこで出会ったあやめさん、うん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりのリズラジ、おかえり。いろんな企画を楽しみにしてます。うん、嬉しい。で、山登り行くときは誰かに登ってるって言わないと探しに来てくれないっていう事態が、うんうん、ソロツーリングでもサイクリングでも誰かに行き場所を伝えてねってきてます。うん、そうだね、やっぱり確かにそうですよね。何かあったときにね、やっぱり、うん、現段でしっかりどこに行くっていうのが、ね、まあ、普段からもね、やっとかないといけないね、うん、ですね。山登りだけじゃなくて、うん、どこに出かけるでもやっぱり必要ですよね。うん、もう何がね、ブーンって車を運転してて、こう崖にバーって行っちゃうがすごい話ですけど、でも実際ありますからね。うん、本当何が起こるか今わかんないから、実際ありますから、うん、本当どこに行ってくるねって、子供にも一緒ですよね。うん、公園に行ってくるね、何時までに帰ってねとか、そういうのがすごく大事だなって思います。うん、そう、うん、身に染みて思ってます。はい、そしてハモンドさん、はい、ハモンドさん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。驚きました。お二人の話し声、ピッチ、滑舌、ふむふむ声、よく似てます。うん、聞いてて、あれ、今話してるのはリエさん、ミキさん、ん、ミキさんのスタジオ的話し声を初めて耳にしました。お二人の歌声は出ていましたが、といただいてます。うん、ありがとうございます。似てますか？うん、私自分たちでは多分分かんないんだよね、きっと。でも基本的に考えたら発声は同じ発声法をやってるから、
そんなのもあるのかな。まあ確かにジュンさんのね、うんうん、それはあるのかなと思って。そういうのもあるのかも、うん、まあ、声のトーンとかもやっぱミキさんのスタジオ的話し声、うん、あちょっとは作ってるしやろ変えてます、うん、ちょっとは多分自分のやつめちゃくちゃ気抜けて録音してる声は、うん、いや もっとね自分でも違うなって思ってる、うん、もっとねほにゃーんってした声、ほにゃんとしてるどうなんですか。一応喋り用に、うん、喋り用にちゃんと喋ってるなって自分でちょっと聞き直して思った、ね、あのイベントは、うん、あそうなんだ。でもなんかほにゃんっていうイメージは普段からないですよ。なんかシャキッとなんか話してる感じが本当しますね。なんか、うん、この前のレッスンのレッスンの途中の録音してる時に、いやなんか大丈夫ですとか自分で話してた言葉がすんごいふにゃふにゃの声で、私やっぱこんな声かなとか思ってちょっと反省もした。あーですか。そっかそっか、うん、まあこうしてですねコメントをいただけるのはもう本当にありがたいことで、はい、うん、また次回もコメントをお願いします。はい、お待ちしてます。さあそろそろお別れの時間にやってまいりました。はい、今日もミキさんとお話ができて本当に楽しかったです。うん、楽しい、あっという間。やっぱですね、あの前はズンさんとお話ししててもういろんな話してたんですけどもなんか途中2、3回一人でやってみたんですよね、うん、やっぱね、うんうんうん、やっぱ寂しいんですよ。なんかツッコミが欲しくなるはい、なのでミキさん本当ありがとうございます。そう、私も出してもらえて本当に楽しい。また次回なんか何を話すとかちょっと決めていきましょうかねうん、はい、ぜひぜひ。じゃあ皆さんも、ちょっと本当に寒くなってきましたので風邪などひかれないようにお気をつけください。ではビズノじゃなくズルーガリーベのリエと、はい、ミキでした。 See you。